皆さんおはようございます。1月も12日、今日から今週がいよいよスタートするという、今日は朝車が多いかったです。やっぱり連休明けのは車多いんですけど、コロナで、待機が多いんかなと思っとったんですが、今日は本当ちょっと渋滞がありましたから車多いかったなと思っております。実はですね、しょうもない話かもわかりませんが、先般ちょっとあるお寺さんからですね、賽銭箱の中に通帳と印鑑が入っておったんじゃと、それでこれどうするもんじゃろうか思って、一応中を開けてみたらですね、かなりもう長いことをどういうんですか、入金もされとらん、出金もされとらん、約10年ぐらいですね、放っておった通帳、印鑑も入っとったと、しばらく考えてちょっと預かって、何かのいたずらがあったり、検診はどっちにしても警察に届けねえけんのじゃが、まあ、ちょっと気持ちがね、やっぱり通帳と印鑑が入っとるいうことになると、まあちょっと見してもらったんですが、金額的にはね、そんなびっくりするような事件性のあるような、金額じゃないんですけど、賽銭箱の中に入っとるいうことになると、なかなかですね、そこらの判断が難しいということで、ちょっとどうなんじゃろうか、こういう前例あったろうかって聞かれたんです。まあその時にですね、いろいろまあ住職と話したんが、まああれです、まあ賽銭箱、まあこれは私の思いですけど、賽銭箱というのはお金が入っとればそういう事件性も違法性も何もないんですね、賽銭ですから。でもともと賽銭というのは、騎手言われたかな、喜んで捨てる箱という意味らしいです。賽銭箱の汽車箱、汽車箱言われたです。喜んで捨てる言っちゃおかしいですが、喜んで捨てるという字を書くんですね、の箱で、やっぱりこのそういう、まあ、いろんな話の、まあ、そうまとめとしてね、やっぱり賽銭箱にはいろんな思いがあるわけですから、これはまあ住職ありがとう頂戴しときゃ本来はいいんでしょうけども、正しい通帳と印鑑ことになるとですね、やっぱりちょっとお金、同じお金でもちょっと条件か、違うんで、やっぱり住職さんも後ろ髪引かれる思いがあっちゃったんだろうな思います。ということでですね、賽銭箱というのは、いろんな方が願いを込めていろんなお金を入れられます。集計したら1万円が入っとることもあるし、千円札が入っとる、500円、10円、100円、5円、1円、それはいろんなお金あります。中にはですね、いたずら心かわざとかどうか分かりません、勘違いか、ゲームセンターのコインが入っとることもようあるんです。ちょうどその駐車場のパーキングのなんかパーキングのコインか分かりませんよ、500円玉と同じような大きさなんですね、あれが、それが入っとることもあります。外貨も入っていることがあります。これは一体どこのお金やいうのもありました。果たしてこれゲームのコインなんじゃろうか、それとも外貨なんじゃろうか、まあこれは外貨じゃろういうことで、そういう賽銭箱にはですね、いろんなものがやっぱり入っております。特に日本はね、今移民言うちゃおかしいけど、やっぱそう海外からね働きに来とる人結構おってんで、そういう方がやっぱりそういうものを入れてんかな思ってみたり、まあそれは分かりません。今日はちょっとですね、何の話をしようか、結局賽銭箱の話、まあ、なりましたが、そういうことがあったというお話でございました。以上でございます。